ウイスキーってこういうものなんだっていうのを分かっていただくためにも、入っていただきやすい味わいではあると思っております。カクテルの名前がシトラシーウィンドという名前で、チタ以外に入っている材料としてはカナデの柚子というものとライムジュースが入っている。ウイスキーがメインになっているんですけれども、そこにさらにそのさっぱりとした柑橘を合わせることで、ウイスキーを飲んだことがない方にも飲みやすく飲んでいただけるのではないかなと思って作りました。